あー、楽器です。ミン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 、あ、シーキも絶対つくわ。トウヤです。はい。はい、というわけでですね、タイトルとサムネイルどういうことこれ。あー、もうね、僕たちはね、死ぬんですよ。どういうこと。今日はですね、皆さんに大事な大事なお知らせがあるんですよ。そうなんですよね、なんか本当にお知らせを言う時っていうのは毎回ちょっと重いよね、気がね。そう、気が重い。うん、あー、みんなね、今までね、こいちゃんをね、楽しんでくれたと思うんですけども。そうなんですよ、やっぱ2年経って思う心境っていうのは、やっぱみんなにやっぱ支えられてるなっていうのはすごい思うんですよ。そう、ただやっぱそれに応えようとこうやりすぎて、どん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 こう自分たちを削っているような感覚もわかるんだよね。あー、そうですね。うん、まあ、そんなわけでね、はい、まあ、僕たちね、やっぱりね、夏はエンジョイしようと思うんですよ。おう、そう、小池さん、夏といえば何ですか。夏といったらやっぱスタンピードかな。おお、ご飯回答。お、じゃあ夏といったら何ですか。僕、京急。は？京急とワンピースのコラボ。あー、それもいいよね。そう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 、はい、次何ですか。猿島のイベント。おお、なるほど。というわけでね、夏はワンピースとのコラボイベントが盛りだくさんじゃないですか。盛りだくさんだよ。そう、まあ、というわけで僕らも夏をエンジョイしていこうと思うんですよ。大忙しだよ、もう。そう、まあ、というわけでね、大忙しなんで、大事なお知らせとは何だったのかと言いますと、僕たちね、明日から日本投稿をやります。イエーイ。というわけで、いつも更新している18時、6時ですね。そうに加えて8時にも動画を出します。そう、前はね、あのゴールデンウィークの時に1日日本投稿とかやって、そう、みんなから喜ばれたんだけど、そう、めっちゃ心配された。そう、大丈夫ですか、はい、たまに休んじゃうせいじゃないんですか、はい、すごい言われたんだけど、そう、日本投稿やります。毎日やる。6時と8時、すごくない。毎日毎日日本出すよ。はい、というわけでね、はい、皆さん明日から6時と8時に、よろしくお願いいたします。今日の動画で素晴らしくね、こんな感じで。僕らね、多分ね、夏に燃え尽きて多分冬は冬眠するんで許してね。そう、たまにどころか結構やるんだ、正義になるから。そんなわけでね、みんな夏をエンジョイしていこう。夏は小屋ちゃんで盛り上がろう。小屋フェスもあるしね、はい、スタンピードも8月もあるんで、はい、もう本当にワンピースを僕たちで盛り上げていこう、はい、小屋ちゃんもまだ知らない人がいたら周りの友達に教えてあげてね、はい、夏は小屋ちゃん。はい、ツイッターとかもやってるから登録しといてね。今終わったんだ、しっかり。はい、なるほど。今じゃあオフショット。今、あ、これオフショットっす。あ、なるほどなるほど。はい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 。いやー、日本投稿ですね。日本投稿始まりますよ。どうですか、意気込みを。やってやれないことはない。どうですか、意気込みを。もう滑ったんじゃない、今、意気込みで。意気込み滑るとかないでしょ。